はい、こんにちは、116ウィンズです。今回はブルージェイズについて話していきますが、現地6月23日にブルージェイズのトッププロスペクトである内野手オレルビス・マルティネスが禁止薬物使用で80試合の出場停止処分となったことが発表されました。マルティネスはボービシェットが IL 入りしたことに伴い、つい先日初めてメジャー昇格を果たしたばかりの22歳で、6月21日のガーディアン戦で待望のメジャーデビュー、初ヒットも記録していました。ですのでデビューからわずか2日での超高速の出場停止劇と、今年はレッツ期待の内野手ノエルビ・マーテも開幕前に同じく薬物使用で出場停止となっていましたが、マルティネスも続いてしまったというのはブルージェイズファンの方々のショックは当然大きいでしょうが、球界にとってもやはり残念なニュースでしょう。マルティネス本人はドミニカ共和国にて不妊治療の一環で処方された薬に禁止物質が含まれていたという声明を出していますが、まあ処分そのものですとか、それを処方した医師に対して特にアクションを起こしていない時点で察するものあり、禁止薬物使用時の声明のいわば定型文に近いやつでしょう。すでにシーズン半分近く消化したタイミングでの出場停止ですから、マルティネスは最速でも今季レギュラーシーズン最後の6試合にしか出場できず、またこのような形で出場停止となったことから、仮にブルージェイズがプレーオフに進んだとしても出場することはできません。マルティネスはブルージェイズ参加、そして球界全体で見ても上位のプロスペクトでしたので、今回のニュースはやはりがっかりという言葉以外にないでしょう。2018年に350万ドルの契約金にてブルージェイズと契約したマルティネスはマイナーで着実に結果を残してきており、2022年は AA 118試合でホームラン30本、昨年は AA と AAA で計125試合に出場しホームラン28本、 OPS 8割3分5厘という成績でした。今季も AAA でここまで63試合16ホーマー、 OPS 8割6分7厘と攻撃面でしっかりアピールに成功し、ベースボールアメリカが今月発表した球界全体のプロスペクトランキングでも54位。リッキー・ティードマンがブルージェイズ投手のトッププロスペクトなら、このオレルビス・マルティネスがブルージェイズ野手のトッププロスペクトでしょう。今回の昇格はビシェットの故障による穴埋めの側面がまず一番の目的としてあるとは思いますが、他方で攻撃陣の調子がなかなか上がらず、多少守備を犠牲にしてでもマイナーから攻撃面に優れる野手を挙げている現在のブルージェイズとしては、マルティネスが活躍するというシナリオも当然思い描いていたでしょうし、それがこういった形で閉ざされてしまったというのは、まあチームとしても想定外、痛いですよね。マルティネスの今回の出場停止はなんというか、今季のブルージェイズの今一つうまくいかない感じ、それを象徴するような出来事にも思いますよね。ここ2年連続でプレーオフに進んでいるブルージェイズですが、現地6月24日の試合が終わった時点で35勝43敗、 AL 東地区最下位に沈んでいます。またワイルドカード圏内からも 7.5 ゲーム差あるような状況で、3年連続のプレーオフ進出に向けて黄色信号が灯っているといった感じでしょうか。個人的にブルージェイズは強力打線のイメージがなんとなくあり、実際2022年なんかは MLB でもトップクラスの打線を誇りましたが、その年のオフにより守備を重視した布陣へとシフトしたことで、昨年チームとしての打力が少し落ち、昨年のオフの打線補強も十分とは言い難い印象でしたので大丈夫かなと心配はしていました。そうしたら今季は一段と攻撃陣のパフォーマンスが落ちてしまい、 WRC プラス96は MLB18位、 1試合平均 3.87 点は MLB27位と点が取れていないと。また今季は投手陣も攻撃陣の不振をカバーするに当たらず、チーム防御率 4.21 は MLB22位、 ERA プラス94は MLB23位と投打に苦しい成績です。投手陣までもが結果を出せていない現状には個人的にもやや驚きでしたね。確かに今季のブルージェイズを見ていくとあまりに誤算が多すぎる、しかも本来だったら計算できるはずの主力クラスに誤算が相次いでいるというのは、まあどのチームであってもこうなってしまったら厳しいよなと感じる部分もあります。打線から見ていきますと、ビシェットですとかスプリンガーらの不振、デビュー以降毎年 WRC プラス120以上を記録してきたビシェットは今季ここまで WRC プラスわずかに80、スプリンガーに至っては WRC プラス65、カーク66、キアマイヤーも48というのはちょっとどうしたものかといったところ。投手陣では頼れるエースのケビン・ゴースマンが防御率 4.24 とピリッとせず、開幕前に肩の問題が表面化していましたが、今季は平均球速が昨年比で1マイル落ち、そのせいか空振りを奪えず支配力が落ちてしまっています。同じく先発陣では2022年にサイヤング賞投票3位に入り、今季復活に期待がかかったアレック・マノーアが復活するどころか肘内側側副靭帯損傷で今季絶望。ブルペンに目を向ければジョーダン・ロマーノとエリック・スワンソン、昨年のブルペン2枚看板がこちらも揃ってスランプ。ロマーノはそもそも開幕出遅れていましたが、ここまで15試合に登板して防御率 6.59、 現在は肘の炎症で離脱中。スワンソンも17試合で防御率 9.22、 スプリングトレーニング中に息子さんが交通事故に遭ったことによる精神的な影響、さらには一時チームも離れたことで調整が遅れてしまったのも影響しているんですかね。マイナーに落ちましたが、トリプル A でも9回3分の2を投げて19失点と全くらしくないピッチングが続いてしまっています。ここまでうまくいかないことが多いと、まあなかなか勝つのは難しいですよね。このままチームの状態が好転しないとトレードデッドラインで買い手に回るのは難しくもなってくるかもしれません。事実今年の夏のトレード候補の予想でビシェットやゲレーロジュニアですとかブルージェイズの選手の名前は様々な媒体で見かけつつあります。
しかし一方でブルージェイズはコンテンド期のタイムリミットも迫りつつあります。主軸のビシェット、ゲレーロジュニアが揃って来年オフに FA を迎える予定ですし、それ以外でも先発のクリス・バシット、ロマーノ、スワンソンらも FA となりますので、今のチームを維持することは難しくなってしまうと、ブルージェイズは MLB の中でも比較的お金は使っているチームであり、今期の贅沢税計算上のペイロールはファングラスの推定によれば2億4700万ドル、 MLB トップ10レベルのペイロールではあります。ただこれ以上ペイロールを増大させることはおそらくそう簡単ではなく、 FA となる主力選手をキープする、あるいは実力的に近い選手を他から持ってくるにしても限度がありますので、再来年以降はこのままですと戦力のダウンは避けられないでしょう。マイナーシステムに対する強化も MLB の中では解除されますので、組織内部からの突き上げに関してもそこまで期待はできず、今のコンテンド期を逃してしまえば向こう数年はチームの立て直しのフェーズに時間を取られてしまうという懸念もあります。なので個人的な予想ですけど、ブルージェイズは少なくとも来年夏まではファイティングポーズを取らざるを得ないんじゃないかと思ってしまうんですけどね。確かに今のチームの天井がちょっと見えてしまっている部分もあるとは思いますが、次の世代が十分に育っていない以上、今のコンテンド期を1年早く諦めるという判断はフロントとしてもしにくいかなと。ゲレロジュニアともかくとして、ビシェットをはじめトレード候補となり得る選手たちの多くは今季本人比で成績を残しておらず、トレードバリューの面でも今売りに出すメリットも薄いかなと。現状のワイルドカード圏内から 7.5 ゲーム差という立ち位置はもちろん決して近いとは言えないにしても、全くチャンスがないわけでもないゲーム差でありますので、今年の夏は過度なリスクは取らずに、後半戦にチームが復調することへの期待込みでパッチワーク的な補強を行い、希望をつないでくるのではないですかね。もちろんここからトレードデッドラインまでにさらにチームが沈むようなことがあれば、今季限りで契約が切れるキャッチャーのダニー・ジャンセンですとか菊池雄星選手ですとか、そういった選手たちに限って売る感じとかでしょうか。で、今季もう一度補強を可能な限り頑張って来年夏まで戦い、これでもいよいよダメだったら来年のトレードデッドラインでチーム解体、立て直しに向けて一歩後退する、そんなステップになっていくのではないでしょうか。ゲレーロジュニアやビシェットらを中心としたコンテンド期は非常に夢がありましたし、2020年以降プレーオフにも3度進んでいるわけですが、今のところプレーオフで1勝もできず、それでチーム解体になってしまってあまりにきつい結末でしょうから、苦境に立たされてはいますが、どうにかしたいところですね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビンに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。